はい、どうも、シュウキです。本日はですね、リッカーズ戦だったんですけど、雨で中止になってしまって、で今回、検証試合でこちらの勝利の青汁というね、ものを検証にかけてやっていたんですよ。でもできずに終わったんで、今メンバーが何人か今いるんで、実際に飲んでもらって、一番感想、コメントが上手だった人にプレゼントします。丸々。はい、ちょっと入れます。水いらあるんで、水用意して。で、これを入れます。あの里崎チャンネルでやってたらしくて、ちょっと気になったんでゲットしてみました。これインスタで結構話題性が、そうですね、翔平さんやってるの見ました。そうです、スポーツに必要 なんか成分が入ってる青汁らしいんで、普通のこう苦い青汁じゃなくて、嗅いだ感じフルーティーなんですよ。ちょっと嗅いでみて感じました。あ、匂いは完全になんかジュースみたいなフルーティーです。そう、フルーティー、甘そうな匂いしますね。そう、あ、青汁感は全然ないです。じゃあ混ぜます。混ぜましたね。いい感じ、いい感じ。フルーティー、フルーティー。でこれでちょっと一回飲んでみてもらって、一番ガスか。はい、一回飲んでもらって、どうですか。めっちゃフルーティーっすよ。めっちゃフルーティー。おー、いいじゃないですか。全然あの青汁感はないっす。ないっすよね。はい、苦いとかないっすよね。苦いとかないっす。ないっす、ないっす。本当に青汁かなっていう感じですね。口、緑つってます。緑ってのがヒゲなのかわかんないです。カオル仲間、仲間、仲間、仲間。カオルくん、はい、お願いします。あいつ青汁飲めないんすよ。飲めない、マジで飲めないんですけど、青汁肌まさみたいな。どう、うまい、どう。あ、めっちゃ飲みやすいですね。おお、いいコメントじゃないですか。あれっす、青汁じゃなくてなんか野菜ジュース飲むみたいな。おー、そうそうそう、コメント上手、なんか狙いにいってますね。はい、キザクロブです。いただきます。どうですか、苦いですか、美味しいですか。これ飲みやすい、飲みやすい、飲みやすい。フルーティーですか。めっちゃフルーティーですね。ちょっと匂いはどうですか。匂い、匂い、いい感じですね。いい感じ。はい、どうも、青汁餅です。はい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 、飲みたいから持ってんのラララライ。遅っ、遅っ。ごちそうさまでした。おいしいです、おいしいです。一気飲みできる。一気飲みできるほどおいしいですね。めちゃめちゃいいじゃん。飲んじゃった、マジで。でもおいしい、本当においしいです。うまく言えばそんな感じです。ちょっと一人のやつがすげえ飲んじゃったから。誰だよもう。コスパッツ。ドゥドゥン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 。いただきます。はい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 。おいしい、おいしい、じゃん。あの結構牛乳に割ってもいいかなと思います。あー、良さそうっすね。確かに。いや、重いから甘いから、フルーツ牛乳みたいな。確かに感じで飲めるんでめちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいい。意外とヨーグルトとかにも合いそうじゃない。そう、合いそうですね、ヨーグルトに。スポーツする人にいい、ほらいい成分がいっぱい入ってる。子供にも、あ、EAとか入ってる。入ってる、入ってる。必須アミノ酸ってやつですよね。ああ、これね、今回飲んでもらったんで。誰やろ、一番コメント良かったやつは。一番飲みっぷり良かった僕じゃないですか。どうすかね、ちょっと聞いてねえや。なんか上げづらいな、全員。全員なんか上げづらいな。何本入ってるこれね、30ぐらい入ってる。 30本、30スティック。お好みにより、蜂蜜や牛乳等を加えてお召し上がりください。いやいや、でも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 お水等で召し上がりも OK。 そのままいいらしい。そのままいってみて。粉ごと、はい、そのままいってみて。どう、主催いきます。どう、どう、どうすか。お前やめろよ、こっちやんなよお前。どう、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 どうすか。多分その飲み方が正解。どう、あ、薬みたいな感じ。そうそうそう。どう、普通に甘くて飲みやすいです。おお、全然いきます。
ちゃめちゃいいじゃん。めちゃくちゃうまい人。もっともっとおかわり。でも直接飲むと口が乾燥しちゃうんで水は必要ですみたいな。当たり前じゃん。これ紹介の仕方大丈夫か。いやでもありのままがいいんで。でも本当にこれ良かった、ね、めっちゃくちゃいいっす。よかったよかった。僕も飲んだけどだいぶすごいこう匂いからまずフルーティーだし、うん、青汁ってこうなんかねイメージあるじゃないですか。そうそう、苦いみたいな、芝みたいな、そう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 、苦い、そうけどそんなことなくて甘くて美味しかったんで、はい、非常にいい商品と思いました。で今回こちら、まあ、今日ちょっと人数減りましたけど、今やっぱ飲みっぷり良かったこいつかな。やっぱあげるとしたらこいつな、遅刻するかな。そう、でも遅刻するし忘れ物するしやるかしまくってるんで、こんなあげる勝利できないんで、勝利できない、申し訳ないんで、申し訳ないんで、やっぱりやっぱりオチョさんかな。オチョさんですか。やっぱこれすごい多分飲みそうなんで、はい、まあじゃあこれ飲んでしっかりいい体鍛えていきたいと思います。あ、ハラハラハラ。これでしっかり鍛えていきたいと思います。いいっすから、これマジで本当に美味しかったですね。うん、で結構ほら平日も野球やるときあるじゃないですか。そうですね、はい、土日もやるし、はい、なんでねスポーツに必要な成分、はい、これ健康に、ありがとうございます。プロテインもありますし、はい、はい、頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひ飲んでみて。ありがとうございます。飲んでみて、飲んでみて。はい、ありがとうございます。すごいいいじゃないですか。いいよね。打席立つためにさ、それ飲んでから入ろうよ。あ、面白いっすか。ほうれん草みたいや。ほうれん草、ほうれん草。確かに。いや、リオさんも YouTube やってるんでね。はい、はい、お願いします。いいじゃないですか。待ってます。そうっすね、打席立つ前に一杯グイッといってこれで打てればかなりの宣伝ですよね、うん、そうですよ。ありがとうございます。はい、頑張ります。まあ、動画 の概要欄に購入リンクとインスタ話してもらうんで、はい、チェックのお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。